第一に宇宙への憧れがありまして、それでまあ中高生の時にいろんな打ち上げをテレビで見て、その時に自分も関わりたいなと思って、まあ、考えたのが工学部でした。その中でやっぱり人工衛星とかそういうハードウェアの方に興味があったのでエンジニアを希望しました。三菱重工を選んだというか、うん、を希望した理由はその、まあ、HTV を作っていたのが三菱重工だったからというのが一番大きいです。HTV の非与圧部の、構造設計を担当しています。この部分が HTV の非与圧部で、ここの四角い部分が開口部と呼んでいるものです。中に載っているのが、暴露パレットといって、ここに、荷物が積み込まれるといったものです。成果を上げるための宇宙機というものが まず第一にあるとは思うんですけど、やっぱり軽くするとか材料の追求とかそういった、まあ、達成するためについてくる技術というものが、まあ、ハードルになっている点も多々あると思うので、文献なり、まあ、実務の中で学んで、こういう場合にはこういう方法があるよというのを提案できるような知識を身につけたいと思っています。今後、まあ今の HTV をもとにいろいろな改良が加えられていくと思うんですが、今後も技術的にリードしていけるような新しい技術を、搭載して日本の代表的な宇宙機として発展させていきたいなと思います。この星に確かな未来を。三菱重工。